皆さんおはようございます。私、神戸の田口隆吾と言います。今からちょっと用事してから、ちょっとカメカメハウスに行って、カメのあの可愛い顔でも見てきます。最近カメも僕に懐いて、あの僕の話をこと聞いたら餌くれると思って。カメも可愛いですね。竹垣さんよりよっぽど可愛いですわ、ほんまに。だけどね、竹垣さん、いろんな何や、極道 YouTuber、今日も住吉会のことのしとったけどやね、どっから情報を引っ張るのか知らんけどもね、あの話は半分に聞いとこう思ってね、あの人にね、今日吉村さんも言うてましたけど、あの人に謙虚とかね、そういう言葉は一切ないですよ、あの人。謙虚どころかね、もう誰も相手にしてませんから、はっきり言ってね。はい。以前もね、僕はあの人のね、YouTube 見たんですけど、京都のね、恐喝事件、上田東兵衛さんのね、事件ね、もう俺見ました。で、僕も言うた京都にも知り合いあるんでね、いろいろ聞きますけどね、上田東兵衛さんね、なんで、恐喝、4000万の恐喝のことでね、高山頭がね、捕まったいうのね、あれね、もうやめたけど、大民家で最高顧問しとった人も引退したんですけど、僕も面識あります。その人絡みでね、高山さんがやられたいうのは、もう俺も何年も前から聞いてました。だから竹垣さんの情報よりか僕の情報の方が確かや思いますわ。はい。特にもう共犯何人かいたっていうのも僕知ってるんで、そこの最高顧問の N さんっていう人、僕も昔パクられた時にね、ちょっとひょんなことで出会って、で俺その時10万差し入れしてくれたんで、あんまり言いたことないんですけども、僕も看病しとった親分が生きとったらね、中に入ってもうてやね、何もないようにね、俺しようかなともね、自分何日に考えとったんですよ。はい。だから竹垣さんの情報より俺の情報の方が確かですわ、はっきり言って。でね、僕もいろんなとこに電話したんでね、つながるもん持っとるんですけどね、どういうんですか、竹垣だけは付き合いすんな言うてね、俺も散々と言われてました、ほんまに。言うたらね、結城哲也さんとかとも関係やった人とかも、俺家行った時に散々言われましたわ。竹垣だけは付き合いすんなよって言われ、あいつはどんな人間か知っとんか、わしらよう知っとうから言うてね、俺散々言われてたんですよ。だけど俺ももうね、こういう病気抱えとうからね、俺の心に傷つけたらかわいそうや思って、もうそれ以上はね、もう言わんかったんですけどもね、だけどもうほんまふざけたこれですわ、ほんまに情けないですよ、ほんまに一生懸命やったね、自分が情けないです。そんなんにしょうもないね、竹垣ごときにお前エネルギーつこてね、俺やったらもっとでかいことできると思うんですけどね。竹垣なんかもはっきり言うて、あれですやん、極飯とかね、極飯なんか食わん、懲役の飯の方がうまいんちゃうか、ほんま。ねえ、ほんまに。今なんかほんま吉村さんチャンネル見とったらね、もう竹垣と竹垣お前、あれされてますやんか、はっきり言うてね。で、ある人を生きとった時にね、今もちょっと他界されたんですけどもね、あれですよ、僕もちょっといろいろ相談してね、宅建がね、ちょっと東京の田舎会のことね、僕の知り合いの関係者のね、こと乗せとったからね、俺裏取ったんですよ、それを電話して。ほんな裏取ったら全部嘘やったんですよ、宅建のことね。ほんで、他界された方がね、よし、わかった、言ってあるところにね、ボンと情報を流して、宅建の数字落ちたでしょ。あれね、僕が関与してるんですよ、実を言うと。ね、俺裏取るパイプ持ってますよ、はっきり言ってね。僕ね、自分自身ではね、一般人は思ってるんですけど、竹垣さんの今回の名刺の件で、俺はもう、県警本部にも、言うたら名刺の件で俺も、ね、グレーな人間やと殺人思われてるんでね、言うてるんですけど、俺は嘘も確認もしませんよ、はっきり言うてね、そんなしたところでね、竹垣さんみたいにメッキ剥がれたら恥ずかしいじゃないですか、言うたらね、僕もあちこちにあれ持ってます、はっきり言って。で竹垣さんもね、
二代目金市会の会長のこと載せてみたりね、うん、俺あの言うとおりますわ、あの金市の会長出てきたら、あの時が来たらこんなこと言うてました言うてね、俺言うときますわ、ほんまはっきり言うてね、うん、あのね、あの姫路にも多分そういうのルートも持とう思うから、まあ言うときますわ、竹垣さんこういうの流しとったいうことをね、あの金市の会長出てきたらね、あの言うときます。僕その前にもまああの他界した人電話かかってくれた時にね、あの金市の会長と話したんですよ。田口君久しぶりやなって、今度一緒にステーキでも食いに行こう言ってね、俺電話で話ね、あのしてくれたんですよね。でまあまあ元気で頑張ってください言うてね、んでまああのその時にはそれで終わったんですけどね。まあ僕もいろいろあのね、あの金市の会長のあの伝言とかもたまにはこう行き寄ったんで、あのあれなんですけど、あの僕はあの嘘ちゃいますから、全部実録なんでこれね、はい。だからまああの竹垣さんもあのもしあの稲川会のこととかね、彼に載せたらね、俺すぐ裏取りまって、はっきり言ってね、うん、その関係者からブレにつないでもって裏取りますから、はっきり言ってね。ほな竹垣さんの嘘めくれるでしょね、嘘めくったるから、あんたのな、うん、俺あんたにひどいことされたからな、お前名刺の件でよな、ほんまお前せやけど家宅捜査もお前拒否してやな、私とこしてや拒否してやな、お前あれやないか、あのえ俺がパクられると分かっとったやな、面会も差し入れもお前こんかったやないか、お前出るとき俺シャバも一人で出てやないか、お前はっきり言うてよ、お前白道やわ、ほんま、お前には俺用足してな、お前の関係者の俳優とかお前、お前こっち神戸来た時にお前中華の接待でお前いろんなお前飲みにも連れてって、お前俺の生活こんなお前カメカメハウス働いてお前こんなお前生活しとんのに、お前逆やろそれ、お前にはお前人情とかな、お前人間性ないんか、ほんま竹垣さん、ほんまにな、あんたとこのお孫さんにも俺がお前旅行行った時にやな、お前お土産もお前こうてな、まあ娘さんには俺別にな、お孫さんにはお前恨みも何もないよ、はっきり言って恨みあるあんただけやんけ、はっきり言うてな、俺の彼女の写真お前全世界にお前拡散してやな、彼女も怒っとったとお前友達もなくすしよな、竹垣さんのことみんなな怖がっとるわ、あの人ヤクザや思って怖がっとんで、俺なんか全然怖ない、あんたみたいな、はっきり言って俺から見たお前なんかな小物すぎんね、はっきり言うてよな、うんな、俺はあんまり怒らせたらお前大きな湯は動かすかわからんで俺、うん、な、俺はな、あのネットしとった時にな、お前山下の名前勝手に都合って竹垣潰しやがって来とったけどな、俺はっきり言うとったのこのまで、俺山本二郎さんにはな言われとんやな、わしの名前フルに使え言うてな、俺離婚されとん人間や、このまではっきり言うとったるわ、だからあの分考えたら誰かしな、バグさんに書いた人間お前誰か知らんけどな、このお前自撮り動画見とったらな、ああ わしが書いた思ってな、胸痛んでくれやな、俺は現にな、お前山地さんに言われとうから俺の名前フルに使えて、うん、だから俺これな、お前な誰でも一歩も引かへんで、はっきり言ってな、あの人の思想が俺の思想なんやな、はっきり言って、そんで竹垣さんとあの5代目の和田目親子のことあんまりニクニクシャーシャー言うてあかんでな、俺今度ちょっとまたお前知った時になお前にいじめられた言うて言うとくわ、ほなね